陸上を始めたんが小学校5年生の時に始めて、まあ、そのきっかけな もともと僕がそのサッカーをずっと幼稚園の最年長から小学校の6年生までやってて、はい、でその時にそのなんだ小学校5年生の時にその当時、まあ、親友だったその友達からもともと学校で走るのがまあ早かったんで、それで陸上競技 その、はい、今日京都のチームでクラブチームがあるから入ってみないかっていう誘いがあって、はい、でそれで入ってみたんですよ、はい、その時は小学校の頃はサッカーと陸上競技を並行してやってて、うん、でいざ中学生になった時にどっちを選ぼうかって部活に所属しなければならないんで、うん、でそれでまあ何よりその走ることが好きっていう理由でもう陸上の道にそこから始まったんですけど、うん、で中学校のじゃあその陸上競技を始めた頃からはハードル 110m ハードルをやってて、うん、で200以上の距離はその体力の関係もあって走れなかったんですよ、うん、でその中学校3年生の最後の試合が終わったくらいにその他校の先生からもその 400m ハードルっていう種目があるんですけど、はいはいはい、それとかやったら面白そうやなって言われて、でも全くイメージがつかなくて体力もなかったんででその高校に進学してからその一気に練習のメニューがガッて増えて、はいはい、でみるみる体力がついていってで気づいたらその 400m 走れるような体になっていて、まあ、それでまあ実績もついてきて、でもそれがきっかけですね今やっているとか、なんかそういうのはありましたか。走る以外で得意だった。走る以外ですか走る以外、まあサッカーは、まあ、サッカーは得意でした。あれですよね、走ることは基本ですし、まあ、基本何やろ、なんか例えばドッジボールが強かったとか。ドッジボールは投げる系はどうでした。なんか僕がその小学校の頃にもうなんで流行ったのかわからないんですけど、普通相手を当てるっていうのが基本じゃないですか、ルールとしては。そのコートを大きくしてそのなんですか、内野とその外野のその友達に向かってどれだけ高くパスをできるかみたいなっていうのをやってて、でそれでなんか肩が強かったのかよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ高く上げてて、でそれがまあ得意だったみたいな。つまり陸上ですねそれは。強敵ですね。でもそうですね、スポーツはまあ何でもできたっちゃできましたね。じゃあ体育の時間はもうヒーローだと。まあそうですね。え、今身長はどれぐらいあるんですか。身長は187。187あります。でも小学校の頃からもう身長も大きくて。いや、そんなことなくて。あ、そうなんですね。小学校の頃はあの背の順で並ぶので結構その中間くらいの列の方に出て、身長が伸び始めたのが中学校こう1年生の夏くらいにあの成長痛でオスグッドになってしまって、はいはいはい、でそっからなんかみるみる順調よく身長が伸びていくようになって今に至ります。将来は、まあ、中学校からじゃなくて、まあ、僕がもともとサッカー選手になることが夢だったんですけど、はい、まあ、その陸上競技を始めてからは、まあ、やっぱり陸上選手になりたいっていう夢が、まあ、それはもちろん今でもあるんで、うんうんうん、まあ、小学校の時からですね、夢といえば。憧れの選手とかいました。憧れの選手ですか。憧れの選手、憧れの選手はその最初にその親友に誘われたのがきっかけって、その陸上競技始めたのがって言ったんですけど、まあ、それ以外にもきっかけがあって、ああなんだっけ、北京オリンピック の、はい、その日本がリレーで初めて、うん、あのメダルを獲得した時に、はいはい、その朝原さんが、はい、そのアンカーで走ってそのバトンを宙に思いっきり投げた。それを結構もうなんかなんていうんですかね、印象深くて、それが、はいはい、まあ、かっこいいなみたいな思って、あ、まあ、憧れっていうよりか、まあ、まあそういうきっかけがあって、うんうん、まあ、ああいう選手になりたいなっていうのがあって、まあ、今があるんで、まあ、そういうきっかけもありました。中学校の頃は、まあ、京都ではまあ負けなしだったんですよ。そうなんですね。でそれでまあ近畿ではまあなんだろう、まあか、まあ、勝ったり負けたりっていうのもありましたし、時の種目は中学は 110m ハードル1本でした。で、まあ、全国ではまあ
まあ、決勝に進めなくて、まあ、予選で終わってしまったっていうのが、それが中学でした。あ、はい、京都では負けなしだったんですね。まあもちろんです。もちろんです。まあそうですね、京都って速い、あれ短距離すごく強いイメージがあるんですけど、全国はまたその当時違ったんですか。その京都でと全国のレベルはまた違いました。そうですね、違いましたね。160m ハードルは、あ、いましたね。でもやっぱり僕がその開花したのはその 400m を始めたことで、その全国インターハイでも入賞はしましたし、うん、まあ、さっき言った通り国体でも準優勝しましたし、うん、でもそれもあって、なんか今その日本陸上競技連盟が、はい、なんかダイヤモンドアスリートっていうのを、はい、がなんかあるんですよ、その選ばれた人数 で、うん、でそれの僕その初代メンバーの一人なんですけど、でそれにそのまあ認定されたっていうこともあったんで、まあ、今思えば 400m 初めて、まあ、良かったとは、まあ、しんどい種目ですけど、ね、まあ今思いますね。そう、そうですね、まあ、やっぱりその長年競技をやってできているので、まあ、その積み重ねてきたものをその後の、まあ、子どもたちに託したいっていう意思はあるので、まあ、それがまあ先生なのか、まあ、なんかまあコーチなのか専属っていうのはまだわからないんですけど、その去年も10月頃にその教育実習で高校に行った時があって、はいはい、まあ、それで生徒と関わりを持つ中で、うんうん、まあ、やっぱりなんていうんですかね、そのやる前は教師でやるのは自分は無理だっていうのは思ってたんですけど、まあ何なんですかね、まあ、高校生の時に比べたらやっぱ成長した部分は人間性ともにあったので、まあ、それで関わりを持つ中で、まあ、教師として、うん、なんだろう、まあ、部活の、まあ、顧問の先生でも、うん、まあ、その自分の経験を伝えていくのも、うん、まあ、ありなんじゃないかなっていうのは、やっぱりそういう体験を通して思いましたね。はい、へえ。やっぱ伝えるのはこう魅力がありますか。そうですね、なんか自分の、まあ、経験踏まえて、うん、まあ、その知識を教えるっていうことで、まあ、まあ選手たちがそれを活動して、うん、いざ大会でまあ記録を残すっていう、うん、まあ、そういった魅力も、うん、まあ、いいなっていうのは、うん、まあ、思い始めてきましたね。うん、まあ、それはもう大学生になってきてからですけど、うん、まあ、もうただちょっと雑な言い方になってしまうかもしれないんですけど、まあ、やっぱり、まあ、ただがむしゃらに、うん、まあ、まあ言い方はひどいと思うんですけど、まあ、バカをやっていってほしいっていうのがあって、うん、そう、それはなぜかっていうと、まあ、僕が結構その小中高と、うん、まあ、そういったまあ環境でまあ育ってきて、うん、まあ、いい意味で、うん、まあ、なんですかね、まあ、仲間とふざけ合ったりっていう、うん、まあ、機会が多かって、まあ、その中でやっぱり信頼関係もまあ根強く、まあ、生まれ持って、なんですかね、まあ、生まれてきて、まあ、それでチーム一丸となってまあ戦いに行くっていう、まあ、そういった、まあ、強豪校ではないんですけど、まあ、なんですかね、まあ、絆とか、まあ、信頼とか、そういったその、まあ、なんですかね、まあ、人情面でその活動してきたので、まあ、やっぱりその今あるその今の子どもたち、まあ、夢を追いかける子どもたちに伝えたいのは、まあ、やっぱり、まあ、仲間を大切に、まあ、友達もまあまあ大切にしていって、その日々を送っていってほしいというのと、もうその経験、まあ、一つ一つが積み重ねていったら、もう後の財産になっていくと思うので、いろいろ道は切り開かれていくとは思うので、まあ、たくさん遊んでほしいですね。